ウラジーミル・バシー・リエヴィチ・グラナートは、ソビエト連邦ウランウで出身の同国代表サッカー、選手。現在は、無所属。ポジションは DF。スピードがあり、献身的なプレーをする。1987年、当時のブリアート自治ソビエト社会主義共和国の首都、ウランウでにて生まれる。1994年にフットボールスクールの FC、ロコモティフウランウでに入団して、 サッカーをはじめ、その後は FC ズベズライルクーツクのアカデミーに在籍をした。2004年7月15日、ロシアセカンドディビジョンの第15節の FC シャフチョールプロコピエフスク戦でプロデビューを果たした。2005年、FC ディナモモスクワへ移籍をし、2006年6月から11月まで FC シビルノボジビルスクへレンタル移籍をした。2007年3月4日、 ロシアカップの FC トムトムスク戦にて、ディナモモスクワでのデビューを飾った。2010年7月17日、ロシアプレミアリーグ第13節の FC、ロストフ戦では、後半54分にヘディングによる勝ち越しゴールを挙げた。ディナモモスクワでの初の得点であったが、これは同時に、キャリア初となる得点でもあった。2008年は怪我もあり、出場は11試合に止まったが、 以後は、レギュラーとして出場している。2015年2月15日、FC ロストフに期限付き移籍することが決定した。スパルタクモスクワ退団後の2016年8月31日には、ロストフと3年契約を結んだ。2017年6月10日、FC ルビン火山に移籍した。2019年9月に、半月板を損傷し戦線を離脱すると、同年12月に、 レオニード・スルツキーが新監督に就任。3月に戦列に復帰するが、出場機会を全く得られず、2019から20、シーズン終了をもって契約満了となった。2007年8月22日、カザフスタンとの試合で U-21 デビューをし、U-21 では7試合に出場した。2011年8月下旬、9月5日に行われる、 U-23 ベラルーシ代表との親善試合に招集され、ロシア B 代表デビューをした。2012年5月11日、ユーロ2012に向けた代表候補の26人にサプライズ選出され、そのままエントリーメンバー23人にも選出された。2013年9月6日、2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のルクセンブルク戦で、 A 代表デビュー、ワールドカップ本大会メンバーにも選出された。2014年9月3日のアゼルバイジャンとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。